お疲れ様です。バーファイブ YouTube 支店バーテンダーの直人です。今日のおすすめはこの子、1960年代バーボンウイスキースティルブック。簡単にご紹介したいと思います。この子久しぶりに登場の五霊城系バーボンウイスキーです。同じ五霊城系のザ・イエローローストテキサス15年やヘブンヒルの15年ボトルインボンドにも負けないクオリティを持っていると思っています。口に含んだ瞬間に広がる白桃やプラムのジャムのような香り、そしてその奥から追いかけてくれるカラメルやバニラの香り、それがどこまでも続くかのような長い余韻を楽しませてくれます。後半はちょっと臭くなりビターにもなりますが、そこがまたその変わりようが素敵なところだと思っています。この子、水割りやソーダ割りにするといいところが全てなくなってしまうので、しっかりとしたタルコを味わいたい方はストレート、優しい甘さを引き出したい方はロックで飲むことをお勧めします。この子は先日ご紹介したオールドアメリカンと同じくザ・アメリカンディスティリング社が生みの親となっています。むしろスティルブルックはそのアメリカンディスティリング社の看板娘です。イリノイ州の北京の蒸留所で作られており、問題はボトリングなんですが、ミズーリ州とメリーランド州、この2節があり、これが正直どちらかがよく分かっていません。1970年代にアメリカンディスティリング社が生み出したスティルブルック、バーボンシュプリーム、オールドアメリカン、この3人の子たちの特徴はどちらかというと素朴な優しさで優しい子というイメージなのですが、10年遡るとボトルインボンドということもありますが、こんなにしっかりしてた子なんだなっていうのを分からせてくれます。結構アメリカンディスティリング社の概念を変えてくれる子です。上品でコクがあり、芯はしっかりしてるけどなぜか哀愁感漂うこの子、出会いましたらぜひご賞味ください。それでは今日は1960年代バーボンウイスキースティルブルック飲んでみたいと思います。まずは香り、その前にめちゃくちゃ色綺麗だな。これスーパーレッドリカーだ。クラム、ジャム、柔らかいタルコ、ちょっと酢を感じる。そして味、この子は桃とプリンが大好きな伯爵家の御令嬢。気高く優雅に誰よりも美しいんだけれども、どこか泥臭さがあり、芯がとてもしっかりしているため、みんなから非常に愛されている、そんなイメージの子です。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、1950年代バーボンウイスキースティルブルック、お分かりいただけましたでしょうか。最後に、僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではまもなく本店をオープンいたしますので、今日はここまで。また見てね。